はい、どうも皆さんこんにちは、今日は邪馬台国はなぜ国国に敗れたかパート2で、お話をしたいと思います。講師は、大沢雅美先生、それに、吉田昭一先生、そして福永晋三先生がホスト解説役として入っていただきます。進行は、私堀清則が、担当させていただきます。はい、それでは邪馬台国はなぜ国々に敗れたか、ここがそうですね、分析考古学からのアプローチで、このことはまた大沢先生にちょっと分析考古学ということについて、説明していただいて、そして、本題に入っていただきたいと思います。それでは大沢先生、よろしくお願いいたします。大沢です。ここに普段見慣れぬ分析考古学という文字を使っております。これは私が昭和59年ぐらいから大学、市町村、県市町村の皆さん方が発掘された成果品を持って、顕微鏡組織で組織を見たり、化学分析をした結果から、当時の製鉄火事、そういった実態がどのようなものであったかということを述べることで、鉄の分野、歴史の分野に入っております。そういうことをもとに私の発表は綴っていきます。で、邪馬台国という言葉が出まして、魏志倭人伝を見ると、鉄族が出ますし、五尺の鉄塔という文字があります。で、鉄族については皆さんも先にいろんな説がありまして、これを分析調査した時にどんな材質であるかということを述べていきたいと思います。で、あとこれからパワーポイントをめくっていきながら、進めさせてもらいます。次お願いします。で、弥生時代というのは皆さん、鉄、製鉄が始まって鉄を作りがあったかなかったか、いろんな議論が交わされておりますが、私が、昭和59年から現在に至るまで、1000箇所ぐらいの、分析してまいりましたが、製鉄の気配はありません。で、鉄器はあります。その鉄の材質はどういうものであるかということが、今回の今日の話の中心にもなります。で、この倭国の弥生時代の鉄というのは、中国大陸の河北省あたりを中心とした燕の国から搬入されたものであって、それも幾種類かあるということを組織でもって説明していきたいと思います。それから弥生時代は火事の、製鉄はなくて火事ですね、鉄器加工の、世界なんですが、ここでの、材質的には、柔らかい鉄が使われておりまして、タガネ切りして砥石で研いでといった原始火事の趣が強いところであります。で、これらについてもまた組織で追っていきたいと思います。で、そもそも我が国の鉄の始まりはどんなものかと言いますと、やはり中国の燕の国の火炭鋳鉄、現在の自動車用材料でもボイラーとかなんかにも使われておりますが、鋳鉄を焼き生まして、硬くて脆い材質を改善したものなんですが、この2500年前から中国ではこういったものが、作られております。驚異的なことなんですが、こういった世界も覗いてみたいと思います。じゃあ次お願いします。
これは国内の、遺跡、私が調査したもののリストでありまして、左側に年代を追っております。で、赤く塗ってあるのが火事の流れであります。これが年代でいくと弥生時代、前期末から中期初頭の世界で、ここいらでは行橋に宿目堂の前遺跡というのがありまして、ここから中道鉄砲の破片が出ております。これが今のところ最高級です。それからあと、北九州に中伏遺跡というのがありまして、ここからは二条鉄砲の基部の部分と刃先の部分が出ておりまして、しっかりと焼きなましだったんの痕跡が出ております。まあ、こういったものを当初は水筒、要するに稲作の木工具を加工する器具として使われておりました。それから、少し時間が経ちますと、板状棒状の鉄製品が入ってきます。鍛冶素材ですね。この素材をタガネで切って、例えば鉄属を作るとか、そういった加工の実績が遺跡で確認できております。それから実際に本格鍛冶、刃口を使って、鉄材が排出されるような作業というのは、古墳時代の初頭、こういった大きな流れがありまして、この中の鉄の世界を、この遺跡を追いながら説明していきたいと思います。次お願いします。まあ、本日の本題とあります、この邪馬台国への鉄の入ってくる道、各この壱岐、松浦、伊都、那国、こういったところからも先ほど言った、円形の鉄器が出ておりますので、それをおいおい説明していきます。次お願いします。これは何回も繰り返しになりますが、この鉄器というのは稲との関係でもう切っても切れません。で、こういった水筒の木製品を加工するのに大いに利用されておるという実績が認められます。次お願いします。で、中国の、鉄生産の流れとしましては、これは戦前中国の学者先生方がいろいろ組み立ててきたものを引用しておるわけですが、まあ、まず鉄の始まりというのは、まあ、陰鉄の利用というところで、この陰鉄というのは、分析をするとニッケルとかクロームが高めであって、この古い時期にこういった成分系の合金というのはできませんので、陰鉄の、防止になると思います。それから、BC の8世紀代になると、先ほどから話に出ました海面鉄ですね、こういった生産が始まると、中国ではですね。それから、BC7 世紀、もう100年も経つと、鋳鉄の硬くて脆い鉄が、何らかの形で加工したいという機運が生まれまして、 BC5 世紀になると、脱炭技術、要するに、800度から900度に加熱して、これを2日も3日も保持しなければ脱炭はしませんので、その時に例えば炉材粘土とか送風温度キープの問題、そういった非常に高い技術の総合力でもって鉄作りが、可能となっております。で、戦国時代の中期、 BC4 世紀になると、焼き入れ、要するに柔らかい鉄に炭素をまぶして加熱して、切れ身のいい力を作るといったのがこの辺の流れと
いうことです。それからあとこの商工というのは糸の国の魏の国からもらった 1.2 メーターの、鉄塔の材質はこれになりますので、また後ほどこれについては紹介します。こういった流れがあります。次お願いします。で、これはあの福岡の比叡遺跡から出た鉄砲、長さ15センチから6センチあるわけですが、これの基部、刃先、それから臓部、側壁、こういったものを利用して、刃物を作っております。この刃物を作るときには砥石を用いて、片刃をつけて先ほどお見せしたあの木工具を作るといった、流れになります。でこの辺のところを私は原始鍛冶というふうに呼んでおります。それから、でこの原始鍛冶の遺物としては、例えばあのこの豊前の方では河原町に五徳畑型遺跡というのがありますが、ここいらからも出ておりまして、ここからはあの石製 の石の剣とかなんかが出ております。だから鉄の剣とかそういった利器が、まあ、この時代にはちょっと入ってくるのが無理であったということが遺物の出土状況から考えられます。で、新天鍛冶としてこの鋳型にですね、板状とか棒状、これ断面が三角とか方形とか丸とかあるんですが、こういった鋳型に鋳鉄を流し込んで冷えたものを、先ほどから言ってる800から900の温度で、脱炭処理をしてタガネで加工が可能になる柔らかい材質にしたもので、道具作りを、鉄器作りを行うといった、こういった一連の流れが弥生時代の鉄の実績なんですね。だからもうあの村の鍛冶屋さん的なトンテンカン、あの火花を散るような作業というのはこの弥生時代にはほぼなかったというのが出てきた遺物からの見解です。次お願いします。で先ほどの鋳造鉄砲の破片の胴の部分に片刃をつけた、板状鉄器と言われるもの、これは、石器があって、これを模倣しております。まさに石から鉄へとの転換器がこういった、鉄の利用方法ですね。でこういった木製品に加工する道具として使われたのではないかと考えられます。でこれは豊前の下比叡大遺跡ですが、この下はこれから久那国熊本の遺跡から出たもので、やはり石器を模して片方をつけて、こう手法的に同じような流れですね。こういうことで、豊の国も筑紫の国も、ほぼ同じような技術でもって鉄器が利用されておるということが言いたいわけなんです。で次お願いします。で実際に、遺跡から弥生時代の遺跡から出てきた道具を点検してみると、鍛冶工房から遺跡の遺物を点検してみると、これこの上段みんなタガネですね。これが唯一の鉄の道具です。でここはあのハンマーですね、石槌、要するに ここは鉄は使われておりますが、 こちらは、石です。鉄のハンマーなんかまだこの弥生時代には出てまいりません。出てくるのは古墳時代ですね、中期以降です。であとはここにはあの砥石があります。だから鋼で切って刃を立てるのは砥石でもって、
行うということで、あと材料の扱い方としては、ここに書いてありますように、先ほどから話題になりました無形の鉄属を作る場合には、平板をこの耳を切って刃を立てて属、にするといったのが実際に遺跡から出てくる遺物ですね。実証する遺物なんです。でこれは無形、 こちらの中具がついております。このような作り分けをしているのが、九州も出雲の方もそれから畿内の方もこういったものが出てまいります。また鉄砲を作る場合にはこういった展開図で、説明されております。それからこれはすき裂きですか、石包丁、鉄の手釜ですね。ということで、弥生の鉄器を考えるときにはこういった情報が非常に重要になってまいります。次お願いします。で普通我々鉄といえば一応炭素量によって、柔らかい鉄、鋼、それからいいものの鋳鉄というふうに、分けております。便宜上でこれは 0.05 以下ぐらいの炭素量で、金属組織を見ると黒いところはなくて白地に網目状の細い線が入っております。これをフェライト組織と言います。これが海綿鉄、柔らかい鉄です。で柔らかい硬いは私の方は高度計、マイクロビッカース高度計というものを使って136度の角度を持つダイヤモンドを仕込んで荷重を一定にすれば柔らかいものはズボッと入ります。硬いものはアッコが小さく入ります。これを指標にして柔らかい硬いを評価しております。柔らかい鉄は、こういったところです。で刃物の切れのいいのはこの全面黒いパーライトが埋めてあるこういった組織が切れ目のいいものになりますし、こちらになると硬くて脆くて壊れやすい。ただしこれらの鉄の溶融温度を見てみるとこのフェライトの純鉄に近いものは1580度ぐらいの高温でないと溶けません。それに対して鋳物であれば炭素量によって変わってきますが 4.3% ぐらいで1300度ぐらいの温度、随分温度差があるわけですね。だから鋳造品は作業はしやすいわけです。でこの鋼というのは溶融というのはこの中間に来とるというところです。でここにですね比叡遺跡の鋳造鉄砲があります、これは15センチあるんですが、これを、断面を普段これなかなかこんな大胆な切り方はできないんですが、うまく、英断下されましてこの縦方向に切らしてもらってこの組織を示しております。そうすると刃先の部分は肉厚が厚いわけですね。そうすると先ほどから言ってる焼きなましだったのをした時に熱の加わり方が、芯まで到達しません。だからこの芯には鋳込んだ時の組織が残っております。この組織の違いによってこの鉄砲の熱履歴というのが浮かび上がってきますし、さらに、この弥生時代にこういった高温で焼きのばしだったのをするような技術は朝鮮半島にもないし和国は無理でありますし、やはり中国縁の国の方の技術だということが証明されます。でこれは、一応私那国の鉄だというふうに、示しております。次お願いします。で具体的にですね、弥生時代の遺跡の鍛冶工房の実績を示しておりまして、出てくるものは鍛冶具としてはタガネが出ますね。タガネはどこ書いてるかな。これは鉄属ですね。タガネはこちらですか。
ごめんなさい、これが高根ですね、はいはい、それからこれは石槌ですね、それからこちらは砥石で、この下の方に、切片、高根で切った、切り刻んだ、あのいいものはもう当然持っていきますからね、切れ端しか残っておりません。こういったものが遺跡の中に残っておりますということで、こういった作業をするのはとにかく、原始的な進展的な家事しかできないということを表しております。で、この遺跡から出てくる鉄をですね、分析するときにやはり生鉄、金属鉄が残ったものは非常に少ないわけです。で、時には錆びたものから情報を得なければいけません。で、たまたまこれね、5ミリの、3センチ平方ぐらいの鉄片がありまして、断面を調べると、これネズミ線といって黒鉛の残った痕跡だけがあったわけですね。で、これは調査がですね、1991年だから約30年前ですかね、の知識しかありませんし、ここで私はとてつもない間違いを起こしておりました。ここに書いておりますようにですね、このネズミ鋳鉄というのは脱炭、新炭をするために、柔らかい鉄を硬くするために、これを合わせて乗せれば炭素が柔らかい鉄の方に進む材料だという判定をしたわけですが、これはそうじゃなくて、過炭鋳鉄、要するに、柔らかい鉄に加工した素材であったということで、近年になってこれ解釈改めております。これは古い時代にはこういった間違いが多々ありましたので反省しておるところです。で、実際にこれ、ここには熊本県の梅の木遺跡という遺跡がありまして、ここからもこういったこれと同じような ネズミ鋳鉄の、痕跡の刻印が出ておりますし、焼き生石だったんの、痕跡もちゃんと確認できました。だから梅の木遺跡の遺物とこの安武深田遺跡のものが一応親戚関係にあるような組織であります。こちらはサビトル、こちらは金属組織が、認められてちゃんとした情報が得られたということで、我々もいつもいい資料だけに遭遇するわけではなくて、こういった危険なものからも発言しなければいけないというところで、時々間違いがありました。次お願いします。で、先ほどは墓前の方ですが、これは畿内の星ヶ丘遺跡というのがありまして、弥生後期ですね、これの工房からも同じような組み合わせの遺物が出ております。で、ここに鉄属がありますね。だから畿内の方も鉄は少ないんですが、こういったものもあるということで、まあそれなりの理解が必要じゃないかと思います。弥生後期ですね、はい、で、これはここ帰りがありまして、何ですか、道具としては突き先ですか、じゃないかと思われます。で、これ鉄属ですね、突き先。それから下の方には、これは鉄素材の可能性ありますね、はい、で、ここいらに切片があります。でも、それも工房に散らばってた、はい、そうです。だから同じような作業、鉄器の作り方、それとともに鉄に対する認識というのがこういったところ。だから刃口もないし、鉄製もありません、うん、次お願いします。それから、まあ、出雲はいろいろな意味でいろんなことを今後考えていかないいけなければならないところなんですが、ここの弥生時代の終末期にこれ
12メーターぐらいの大きな住居地がありまして、ここから、やはり火事関連の様子が出ております。でここが束ねがあって、これ第一ですね。でここにあのとこれが砥石ですか、砥石です。うん、でこれ叩き石というところで、束ねそれからこれ鉄属、これあの本来方形長方形を耳を切っておりますね、矢尻の、うん、それからこちらは矢尻ですね、おそらく。丸いのは全部炉の跡ですか。まあ、そうですそうです。で、炉っていうのもあのほこうあ古墳時代の掘りこぼめたものじゃなくて、ほぼ断面が平たいんですよ。平たい。だからあの枯れた木材を持ってきて燃やして炙っとる可能性を考えていいんじゃないでしょうかね。木炭はまだ厳しいんです。炭窯というのはあの私は一応末期を焼く上り窯が炭窯のしっかりした技術じゃなかろうかというふうに考えております。これだけいろんな場所にあるということは、はい、どういうことなんですかね。だから技術的にはね、うん、弥生の火事技術というのはほぼ、ね、九州も出雲も、うん、それから畿内も大差なさそうだと。ただ確かに時間的にはね、あの九州のやつは中期末、そうそう、でこれはもう一番後期末でしょ。それからあの平田遺跡も後期末ですね、出雲はね。でもこの島根の出雲のこれはなんかちょっと稚拙やないけど、ちょっとあの九州よりもなんか未熟、うんうん、みたいな感じですよね。その辺どう解釈していくかですね、うん、ちょっとこういう非効率的なことをしてるっていうこと自体がもう考え方が統制されてないような感じですよね、うん、効率的にするにはやっぱりちゃんとした一番いい場所でするっていうようになるんでしょうけど、これ何箇所もこうやってしとるってことはどういうことなんですか。かなりの数こなしとるということになるかもしれないですね。だからまあ一番量産性ない時にこう何箇所もしたっていう可能性はあるんですよね。それにしても効率は悪いでしょう、はい。まあ、これが弥生時代の火事の実態ということを認識していただければと思います。それで次お願いします。先ほどあの福永先生の方から京都の方のあの話がちょっと出ました。でこれ京都の長岡という遺跡で玉造りの遺跡なんです。でこの玉造りをわざわざここに持ってきたのは、こちらがですね、熊本の、東原遺跡、加藤田遺跡、東原遺跡なんです。でこれを広島大学の、先生が一応持ち込んでこの微細な遺物を比べてるわけですね。でこちらは玉造り工房から出た鉄器、こちらは加藤田東丸はあの、まあ、例えば矢印専門と仮定した時にそれを解析する材料としていかがなもんかなと思って私持ってきたんです。で、ここに三角切片、三角ですね、はい、ね、こう三角、この三角、これが三角ですね、この領域が。で京都のこの玉造り工房の三角を比べるとちょっとこっちの方が広いですよね、量的にパーセンテージにね。ということはやはりあの吉田宮司先生がおっしゃるように俗を作った可能性も配慮していいんじゃなかろうかと私は考えてみました。でも三角というのはてっぺんじゃん、切りくずです、はい、だから矢尻を作るときに、
先をとんがらした部分を設けるためにはこの三角に切り取りますよね。その切片が多いか少ないかということでもって、京都府の長岡遺跡、玉造遺跡、日本海に面しております。それと加藤田東丸遺跡で、この組成状態が少し違うんだと。だから何を作ったか、どういう用途であったかということを考える上で非常にこれ貴重なデータではないかと思いますが、私も力不足でこれ以上立ち入ったことが発言できません。左側のちっちゃいあの鉄片でしょ。で、ね、そこらでいっぱいたくさんある。だから ここいらのちっちゃいのはね、玉作りの穴を開けるね、霧の可能性。あ、うん、例えば勾玉やったら紐を通す穴を開けますね。管玉やったら芯を開けますね。じゃあ針金の太いみたいな。そうです。だこれで混合者かなんか一緒にしてこう。そうですね、はい。でそれがたくさん出土してる、はい、そういうこと。それで玉作りの、はいはいはい、それと玉自身も出ております。なるほど。それで運よくですね、そういった玉作りで正確な土砂を取って水洗、水洗いしたためにこういった細かい鉄が採集できたと。普通なかなかこういった細かいのは発掘現場では見落としますよね。そうですね。これが玉作り現場であって、土砂をとにかく正確に玉を採集するために洗ったところで鉄が出てきたと。これ酸化鉄です。もう錆びた鉄です。ただし今日はこの枚数があるんで省略しましたが、ここの残りのいい鉄を調べてみると、やはり先ほどから言ってる中鉄だったんこ、焼きなましだったんの組織が出ております。これいつ頃の弥生中期後半ぐらいでしたかね。素晴らしいね、このデータ。うん、ということでね、まあやっぱだったんです、ね、だったん技術がちゃんと関与してるわけですね。それとまあこの京都府の方と熊本の加藤原東原遺跡、加藤田東原遺跡、武器を作ったじゃないですか、うんうん、この辺ね、かなりこれ重要なデータじゃないかと考えます。目的は違いますね、うんうん。これはやっぱり切りとして使って、はい、使いかすかなんかですか。なんとも私もなと、なんとも言いようがないんですけどね。ただもうこれ形は残しとるけども、もう錆びとるんですよ。先端かもしれない。結局こうなんか実験して使った。差し込んで、うん、先端で金属を使った。だからあとこういった上の方の鉄器も作動しとるか分かりませんけどね、なかなか玉作り勉強不足でうまく説明できませんが、こういった実態がございます。だからここも円の国の焼きなましだったんを経た中鉄だったんこが搬入されとるということが確認できました。次お願いします、はい。でここで将校という言葉が出てまいります。でこれは次に示す五尺の台とこれの材質を説明するためにも持ってきました。でこの将校というのはここに示しておりますように前漢代紀元前の1世紀頃に開発された精工技術、溶線に溶けた線鉄に粉末酸化物、これ磁鉄鋼とかスケール酸化物を入れると脱炭促進剤となります。これを添加し反復炭打して鋼鉄を得ると。これ溶解時に入れて、そして、うん、ある程度その固まってきたときに叩く。そういうことですね。ようこんなことを、まあ、うん、中国の人たちはすごいですよね。すごいですね。
こういった技術はもう、あの戦国時代に生まれとったんですよね。偶然ってやっぱなんかいろいろしながらそうやって、うんうん、とにかく鉄の技術っていうのはなかなか奥深いんで、あの解釈が難しいところもありますけどね、こういった実態もあるんで十分留意してもらいたいと思います。それが小鉄柱ですね。小鉱、はい、でこれは顕微鏡的にあの観察する指標としては、あのこういった大きい介在物を含まなくてあの特有のガラス質の際あのカスがあるという特徴を持っております。次お願いします。で次がですね、いとここから出てきた素関東たち、要するにこれが例の義弟から邪馬台国に卑弥呼の方に送られてきた銅鏡100枚と、この鉄塔二口、五尺の大塔二口という魏志の和人伝に文言がありますが、その一つではなかろうかと私は考えております。で奥野先生も確かこれにかなり注目されとったと思いますけどね。これあの遺跡は上町向かい丸遺跡、糸島です。でこれはカーボン14、この鉄そのものからやってこういった数字が出ております。 AD の要するに紀元1世紀から2世紀初頭、これも商工、これを商工ですというのが、次お願いします、はい、これこのここの部分もですね、これ岩工事さんであの資料取りしてもらって断面をこう調べたマクロ組織です。そうするとこの芯に鉄が、金属鉄が残ってる、この皮金、刀の皮金というのは錆び取るんで情報は取れませんでした。しかしこの芯は鋼ですね、あの先ほどフェライトから中鉄 の, あの中間に来とるあの鋼の組織がここに残っております。それから脱炭してできたんですね。はい、そうですね。ただ脱炭も固体を脱炭しとるんじゃなくて液状の線鉄を脱炭しとる。だから脱炭にも2通りや、うん、だからそれをちょっと頭に入れてもらいたいんですよね。脱炭といっても2通りあるということでね。でこのここに非金属介在物を示しています。これがここに組成書いておりますように、あの大部分 57% ぐらいが SiO2、 それから 10% のカルシウム CaO ですね、それから 9% のカリウム、酸化カリウムね、それから、うん、これ2箇所測っておりまして大体似たような組成です。で炭素量はこれは 1% 前後ぐらい、要するに切れ目のいいあの鋼としての刀としての機能を持っておるんじゃないかと思われます。で作られたのはこの先ほどのカーボン14度年代とすると、魏志の和人伝の義弟から卑弥呼が受け取ったのは2世紀から3世紀であっても大きな矛盾はないんじゃないかと私は思うんですけどね。作りたてを与えるのか在庫を与えるのか、その辺はまた100年200年は全然議論の分かれるところかも分かりませんけども、非常にあの感慨深い鉄です。でこの素関東たちというこのここに輪がついておりますね、リングが、これは中国メイドインチャイナ、中国製で間違いないと思います。それから長さが 1.2メーター、これは魏の尺度であの五尺塔にほぼ対応しますからね。こういったものが弥生の時代に糸島に前原遺跡というのがあるんですが、ここから出ております。じゃあこれはもうまさしく中国で作られて、うん、卑弥呼がもらってきた可能性が高い、うん、と私は思いたいんですけどね。だからそれを裏付ける、和国で作られた可能性もあります。いや
石のハンマーでこういった長尺物を叩いて作るというのはもう、うん、もう、うん、もう間違いなく無理でしょ、ね、それは石の桜の石では無理ですね。道具がとにかく出てないんですからね。これはあの前原石かな、前原石ってあの、あの高島さんが言ってるあの卑弥呼の墓地を一石の前原石、平原石、平原石、平原石としますね。あそこも長い刀があって、ね、そうそう、あれも同じ、あ、これ同じ、大体大体同じですね。関東の使ってるね、使ってますね、はい、うん、これは高島先生優位、高島先生は何て言った、まあ、そうです、先生続けてる、まあ、この刀は新成功法による昇降製品、これすごいです、金属介在物はこういったガラス質であの昇降を表明すると。これ、うん、他のところではこれは出てないんですか、例えばその、まあ、機内とか中国、いや、それがね、こういった文化財を少しでも切って調査するというのはなかなか問題ありますよね。これは運よくこれ保存処理で岩工事さんが手掛けて私の方にサンプルを回していただいたんで、なんとか情報が得られたと。運がいいとこうなんですけどね。でこれももう錆びておれば、これがないとまたね、この金属介在物がわからないとなかなか履歴発言できないんですが、まあ、行幸にもこの製品はこういった情報が得られました。ということは、まあ、他のエリアにもあった可能性はまだあるということですね。ただ見つかってないとか、ね、分析できない先生のところに、まず先生、まだ田川にあった可能性があるんで、田川には出てきますから田川から。ただね、横橋の方で古墳時代の鉄塔も出ております。だからまた後日、鉄塔については私も24本ぐらいやっております。よろしくお願いします。それはもう次回のお話にいたしましょう。それをまたネタにしていろいろ議論できたらと思います、はい。